こんにちは。カサライフのカサジマです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。自宅から見えた富士山がとても綺麗でした。久しぶりにオーデンを広場に連れてきました。思い切って走ってとっても嬉しそうです。この日は本当に強風で三脚が全然立てておけませんでした。でちょっと立てておくともう倒れそうになって、重りを引っ掛けたりしてももう全然ダメだったので、諦めてタブレットを手で持っています。なのでちょっと揺れたりしてますけど、風のせいでもあります。ものすごい風でした。
風の音を入れてみるとこんな感じでした。匂いを嗅いでたんだけど、私が歩き出したらオーデンもずっと急いでついてくるように歩きました。
広場で遊んだ帰りに気になっていたおまんじゅう屋さんにちょっと寄ってみました。とても素敵なお店の方とお話ができてよかったです。そうですね、でもおまんじゅうも春になったらシャコバサボテンを分けてあげると言ってくださいました。草餅を買って帰りました。素朴で懐かしい味の草餅でした。いつもねお花をこうやって飾ってあって気になっていて、割と近所なんですけど初めて入ったお店でした。動画を撮ってもいいよって言ってくださいました。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタン、コメントもお寄せください。ではまた。